嫌いな人の場合、直接的に攻撃する。うさぎさんが帰宅した人に直接的に攻撃する行動を取ることがあります。このような行動はストレスや不安を感じていることを示しており、注意が必要です。毎日のコミュニケーションで嫌なことをしていないか確認することが大切です。隠れる。帰宅した人を嫌いな場合、逃げたり帰宅した人を避けたりすることがあります。うさぎさんが不安や恐怖を感じていることを示しており、十分なケアが必要です。うさぎさんとの距離を考えてストレスのない生活を送ることが大切ですね。静かにする。うさぎさんは帰宅した人を嫌いな場合、静かにして身を隠すことがあります。うさぎさんが不安や緊張を感じていることを示しており、自分自身を守るために必要な行動なのです。体調が良好で起きている時間でも静かにしている場合は要注意です。無視する。うさぎさんは帰宅した人を無視することがあります。例えば帰宅した人が話しかけても、うさぎさんは反応しないように無視しているときは注意が必要です。大好きな人への対応と違う場合は、コミュニケーションの取り方を変えてみるのも大切ですね。大好きな人の場合、お出迎えをする。うさぎさんは大好きな人が帰宅すると、部屋の入り口やドアの前でお出迎えをすることがあります。うさぎさんは興奮して、若い頃は走り回ったりジャンプをしたりすることもあります。大好きなあなたの帰りを待っていたんでしょうね。突然食事を食べ始める。いつも話しかけながら食事を与えている人に多く、帰ってきたり近づいたりすると、このようにテンションが上がって食事を始めることが多く見られます。喜ぶあなたの反応を見て、とても気分が良くなり楽しくなっているのでしょうね。毎日大切にうさぎさんとの時間を過ごされてきた証でもあります。愛情表現をする。うさぎさんは大好きな人に対して甘えたり舐めたり優しく触れたりすることで愛情を表現します。大好きな人との触れ合いを通じて安心感や幸福感を感じることができるのです。あなたの帰りを心待ちにしていたことは間違いないでしょうね。遊びを提案する。うさぎさんは大好きな人と一緒に遊ぶことが大好きです。おもちゃを持ってきたり、大好きな人に向かってジャンプしたりすることで遊びを提案することがあります。大好きな人と一緒に遊ぶことで楽しさや幸福感を感じることができます。しかし飼い主との信頼度、健康状態によっては行動が異なることがあるために参考にされてください。うちの子はこんなことをしますよっていう情報があればコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。